9月28日土曜日、綾瀬市寮生で第1回綾瀬音楽祭が開催されました。綾瀬市寮生にあるバザール商店街中央広場で開催された音楽祭は、綾瀬市出身のシンガーソングライター大光寺圭さんの呼びかけで始まりました。地元のミュージシャンや実行委員会の方々がボランティアとして賛同して集まり、開催を迎えました。実は綾瀬というのは、音楽いろいろミュージシャンいるんですけど、それをまとめてということは今までなかったんですね。でいずれいろんな、学校の、ブラスバンドも含めてですね、みんながここに参加できるような、で近隣のミュージシャンもみんな集まる一つの大きなミュージックフェスティバルになっていけばいいなという思いを込めてね。超楽しかった！もう絶対第2回やってもらって、それでもっと多くの方に遊びに来ていただいて、それでみんなでもっと幸せになって帰れればなと思います。思っていた以上に温かい空間で、すごいいろんな食べ物もあって、お酒もあって、お客さんが本当に温かくて、本当に楽しませていただきました。少し潤んでいたのは、この島綾瀬と音楽、一つそういうふうな、キャッチネーミングじゃないですけども、皆さんにしていただきながら、綾瀬活性化どんどん、やっていきたいと思います。すごく雰囲気も良くて、美味しい食べ物もたくさんあって、ちょっと時間を忘れられるような空間にちょっと置かれたような感じで、こうやって野外で音楽と食べ物っていうのがちょっと初めての経験なので、開放的な気分になっても気持ちいいです。そしてフィナーレを飾るのは大光寺圭さんです。も盛り上がってましたね。イベントは大成功ということで、第2回第3回と続いて綾瀬の名物イベントになってほしいですね。デイリーニュース、ここまで2つの話題をお伝えしました。一旦 CM です。